先日本の評価を依頼したものです。無礼な行動を申し訳ませんでした。いえいえいえ。拾っていただいたひろゆきさん、切り抜きリスナーさんの存在に感謝してます。あれですよね、5万円払っていただいて僕が読みませんって言った人ですよね。確かになんかいろんなまとめサイトにまとまったみたいで、5万円以上の広告宣伝価値にはなったと思うんですけど、本売れてました？ひろゆきさんは自分が存在していることを不思議に感じたり感じたことありますか？ありません。幸せな考え方に割と関係があると思っています。以下読み飛ばしてください。今回大勢のリスナーさん不快にする選択をしたことを大変反省しております。申し訳ありませんでした。いただきましたレビューは全てその通りだと深く実感しております。はあ、生真面目な人ですね。なんだろう、人に幸せを教えられるタイプの人ではない気がするんですよね。そこまで生真面目だと。なので、人に教える前になんか研究を重ねた方がいいんじゃないかなと思います。研究したら幸せにならないかな。何も考えなくても幸せっていうタイプなんで、なんか沖縄のホームレスとかに話した方がいいかもしれないですね。自殺する日照時間っていう構造の問題と、金がないと自殺しなければならないと思い込んでる文化の問題があるんですよ。恥があっても別に気にしないで生きてきます。だらだら楽しいっすっていう、東南アジアとか沖縄の人って死なないんですよ。沖縄の人って無職だらけで、日本でも一番失業率が高くて、普通に昼間遊びに行くと、なんかそこら辺のおっちゃんが公園でぼーっとしてるって、もう本当にぼーっとしてるんですよ。何にもしてないおっちゃんが公園にいて、ただぼーっとしてるけど、珍しいことでもない。ホームレスでもないんですよ。ホームレスなのかもしれないですけど、なんか知らんおっちゃんがなんかぼーっとしてるは、沖縄はね、非常によく見るんですよ。都内はね、あんまりないんですよ。ぼーっとしてるおっちゃん。じいちゃんいますよ。40代ぐらいのぼーっとしてるおっちゃんって、なぜかね、東京あんまりいないんですよ。みんな働いちゃうんですよ。でも沖縄ってぼーっとしてるのもみんな当たり前だと。あ、上野にいる。そう、上野にいます。40代のぼーっとしてる人。ぼーっとしてるのが当たり前だよねっていう文化って、やっぱ自殺も少なくなるんですよ。経済なんかよりも、まずその文化の問題が大きいんじゃないかなと思ってるので、もしその日本の労働力不足と自殺者数が多いのを気にするのであれば、文化を変えるべきなんじゃないかなと思ってます。人間が一番幸せな気分になることは何だと思いますか？人それぞれです。送って幸せになる人もいるので、人間って複雑ですよね。充実した人生を送るにはどうすればいいと思いますか？他人にそんなことを聞かない。まず、充実してるかどうかを決めるのはあなたです。なので、自分が充実してると思い込めれば充実してます。本で充実してる人ってどんな人とかで、ミシュランの星があるレストランで食べて、芸能人と付き合ってみたいなのをイメージするかもしれないですけど、江戸時代とかに生まれたらそんなものないじゃないですか。でも、江戸時代の人がじゃあ、全員充実してないかっていうと、たこ揚げ超楽しいとかって言って死んでった人もいると思うんですよ。なので、自分が楽しいと思ってればよくて、他人に充実してると思いますかとか、どうしたら充実してますかとか聞いてる時点でもう充実不可能なんですよ。充実してるかどうかっていうのを他人の価値観で決めようとしてるから。自分人生楽しいって思ってる人って他人に別にそんなことを聞く必要ないんですよね。ゲームするのが楽しいと思ってゲームやってる人って、このゲーム面白いですかとかって他人に聞かないじゃないですか。やってて楽しいからやるだけで、いちいち他人に聞く癖はやめた方がいいんじゃないかなと思います。とお金をもらってっていうのもなんですけどね。最近生きる気力が湧きません。やる気を出す方法などありますか？ご飯食べるといいらしいですよ。